どうも、ハチウリマスです。ということで、今回の動画は、今映っている段ボールの中に、あるものが入っているんですけども、僕自身、レオパとかニシアフを飼育してて、ウェットシェルターっていうものを使ってるんですよね。で、過去に、サコさんっていう飼育者の方の訪問撮影をした時に、すごい可愛いウェットシェルターを使われてて、で、そこからね、あ、こういうウェットシェルター可愛いのあるんだと思って、そこからずっと探してたんですよ。自分の求めているシェルターを。で、ツイッターを見てると、そのシェルターを見つけてしまいまして、もう気づいたら即購入。みたいな。なんで今回はそのめちゃくちゃ可愛い、もうサムネ見たら分かる通りね、その可愛さは十分に伝わってるかと思うんですけども、まあ、そちらのシェルターが家に届いたんで、今から開封して実際に使っていきたいと思います。で、届いてびっくりしたのがこちら、分かりますか？多分ヒョウモントカゲモドキだと思うんですけども、ヒョウモントカゲモドキの消しゴムハンコみたいなハンコっていうのかな、ん、消しゴムハンコみたいなハンコ、ちょっとなんか頭痛が痛いみたいな感じになっていう、子が貼られてて、押されてて、めちゃくちゃ可愛い。うん、もう段ボール届いて、あ、これはシェルターさんのなんだってすぐ気づきますね。はい、では早速開けていきましょう。ではここから開けていきます。お、わ、可愛い。そうなんですよ。あ、これついてくるんだ。今回紹介するウェットシェルターを使用している方のツイッターを拝見したところ、その使っているウェットシェルターの水の中にこの子がいたんですよね。そのね、なんか画像がめちゃくちゃ可愛くて、その水の中でカエルが休んでいるようなシーンがウェットシェルターで再現されてるみたいな。で、この発想すごい素敵だなと思ってたんですけども、このカエルはね、おまけでついてくるのかな。今回購入したらついてきました。めちゃくちゃ可愛い。で、ちょっとね、あのネイルが剥がれてしまってめちゃくちゃ爪が汚いんで申し訳ないんですけども、いや、これはねすごい素敵。ちょっと僕もね、ウェットシェルターの中にこの子入れたいと思います。中を開けるとこのようにウェットシェルターたちが梱包されてますね。で、割れ物なんで、まあ、こういう風にされてるんですけども、ちょっとね、割れだけちょっと気に不安というか、やっぱ割れ物なんで届く際に割れてないかだけちょっと確認しながら見て、あー、もうめちゃくちゃ可愛い。まず1個目がこちらの三毛猫のウェットシェルター。めちゃくちゃ可愛くない？で、黒縁の子とかもいたんだけど、ちょっとこっちに惹かれて三毛猫を購入しました。で、ここがウェットシェルターの、水を入れる部分になっております。いやー、めちゃくちゃ可愛いね。うん。で、他のウェットシェルターと違ってこういう円形というか丸くなってるんで、このレオパとかニシアフたちが方向転換しやすいように作られているみたいです。いや、めっちゃ可愛い。はい、まず1個目は三毛猫のシェルターです。あ、可愛い。もう可愛いな。はい、こちらのパンダ、うわ、目が飛び出てるんだね。めっちゃ可愛いな。もう可愛いしか言えないもん。で、このサイズで M サイズなんですけども、このサイズでレオパとかニシアフは終生飼育できるみたいです。ただ、レオパで言うとジャイアントとかゴジラになってくるとちょっとわからないんですけども、まあ、一般的なレオパとかニシアフとかだと、まあ、終生飼育できるみたいです。次がこちらの豚さんですね。で、一つ一つ手作りなんで、完全に同じものはないんですよね。なんで、世界に一つだけのシェルターなんですよ。いや、素敵。で、最後はこちらの犬なんですけども、種類がバーミーズマウンテンドッグっていうらしい。僕はちょっと知らないんだけど、すごい可愛いね。猫以外はみんなこういうドーナツ状の目がちょっと飛び出てるみたいで、めっちゃ可愛いね。この色がね、ちょっと抜けてる感も味があっていいですよね。いや、素敵。めちゃくちゃ可愛い。ということで、今回購入したシェルターたちを並べてみたんですけども、もうこれはね、可愛さの暴力ですね。もうやばくないですか？で、こちらのシェルターを販売しているサイトの商品説明を読んでみると、ろくろ成形と手びねりによる信楽焼きのウェットシェルターです。動物大好きおじさんのミオが以前から制作している動物の置物とウェットシェルターを組み合わせたアニマルシェルターシリーズになります。一つ一つ手作りしておりますので、サイズ、形、顔が全て違います。主に食器を製造している窯元のため、人間が使う食器と同じ原料、工法で作られており、生態や水質に悪影響を与えません。丸い形状なので生態がスムーズに方向転換でき、無理のない姿勢で隠れることができます。高温度調整により素焼きのものに比べ高い強度があり、カビも生えにくく汚れも落としやすい設計になっており、
長くご使用いただけます。そして水をゆっくりと吸収する特性があり、長時間しっとりとした湿度を保つことができます。さらにテープまで釉薬をかけてあるので、過度に床材を濡らすことがなく、快適な飼育環境作りに最適です。大切なご家族のお家としてぜひご活用ください。でこちらの購入したサイズが M サイズで、高さが 72mm、 横幅が 118mm になるみたいです。で割れ物なんでちょっと心配だったんですけども、どの子もね、傷一つなく届きました。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ素敵で、値段が一つが3850円の、送料が692円かかって、4つ購入して16092円、かかりました。僕的にはもう可愛さだけでも十分なんですけども、カビがね生えにくいということなんで、これから使用していく上ですごい楽しみなシェルターになっております。で今回ついてきたこちらのカエルを、まあ、頭の上に乗せて、でこの部分に水を入れると、水の中からカエルがこちらの様子を伺っているような、そういうシーンが、再現できます。もうこれはね、僕がずっと求め続けてたシェルターですね。では実際に水を入れてみると、どのような感じになるか見ていきたいと思います。少し顔を出してるぐらいがいいんで、これぐらいにすると、ほらめちゃくちゃ可愛くない？この可愛いシェルターの中からさらに可愛いゴマちゃんとかね、みかんちゃんが顔出してるって考えると絶対可愛いじゃん。やばいね、寝てる姿とか想像しただけでもうちょっとやばいんだけど。ではちょっと映していきましょう。ではウェットシェルターを交換していきたいと思うんですけども、今僕が使用しているのがこちらのウェットシェルターになります。一番大きいサイズになるんですけども、ちょっとごめんよ、はい、で今下にいる子がマカロンちゃんです。昨日ちょっとメンテしたばっかりだから、ね、お腹いっぱいなんだけど、はい、こっちの一番大きいウェットシェルターと見比べてみると、一回り小さいかなっていうサイズですね。はい、横から見るとこんな感じ。はい、ただこちらのサイズで修正飼育できるとのことなんで、早速交換してどういう反応してくれるのかこれですね。では置いて、あ、一回り小さいんですっきりしますね。なんか今までのシェルターよりもこう広く使えるというか。で上に水を入れます。さあどうだ、入ってくれるのか、ちょっと警戒してるのかな。お、あれなんかお家変わったってかわいい、なんか色味が似てるから、発音おかしいな、色味が似てるからいい感じだね。お、入っていった。どう、新しいお家気に入った？マカロンちゃん頭隠して尻隠さず状態なんですけども、なんか周りを、中をちょっと物色してるのかな。あ、でも全部入っていきました。見た感じすっぽり入ってるんで、特にサイズに関しては問題ないかと思いますね。うん、かわいい。こりゃいいな。顔出してくれた。かわいい。こりゃすげえかわいいな。これが見たかった。めちゃくちゃいい。では次の子も交換していきます。で次がみかんちゃんですね。みかんちゃんはちょっと眩しいのが苦手なんでごめんね。ごめんよ。よいしょ。ちょっと移動してね。なんかみかんはね、猫って感じがするんで、この子には三毛猫を置いてあげようかな。さあみかんは新しいお家気に入ってくれるのか。なかなかちょっと入るというよりは散歩がしたいのか。眩しいんやからお家帰り、お部屋に帰るよりも散歩をしたがってるって感じだね。お家入らないね、みかんちゃん。ほい、お家だよ。さあ、どうだ。ああ、かわいい。この目のつぶってる感がね、もうまんまそれだね。
かわいい。三毛猫じゃん。やっぱみかんちゃん猫だな。あ、もうそのまんま、めちゃくちゃかわいい。いいね、このぐるぐる回るから中で。確かに方向転換がしやすそうだね。見て、ああやってほら、このマカロンちゃんが出てる。かわいい、かわいいな、めっちゃかわいい。で、次がティラミスなんですけども、ティラミスがちょっと脱皮前なんで白くなっております。ごめんよ。はい、ちょっと前来てね。で、ティラミスはね、犬っぽいんで、この子を、なんていう種類だっけ、バーニーズマウンテンドッグのシェルターにします。水を入れてあげて、もう早くもちょっと興味津々って感じだね。お、入っていきました。かわいい。いいね。今のところみんなファンサービスいいね。中が丸くなってるんで、その方向転換するので自然にこう顔がこっちに出てくるようになってるのかな。では最後がゴマシオなんですけども、ゴマちゃんもちょっとこっちに来てもらえますか。ごめんよ。はい、じゃあパンダだ。まあ、同じモノクロ仲間ということで。で、このシェルター、白い部分も完全な白というよりは温かみのある白っていうのかな、ちょっと黄色が入ってるんですよ。なんでね、この可愛さとマッチしてるというか、すごいぬくもりを感じるシェルターになっていますね。では中に水を入れてあげて、さあゴマちゃんはファンさしてくれるかな。ちょっと水入れすぎて表面張力のギリギリ攻めてるって感じがするな。ゴマちゃんはまさかの顔を出さないっていうね。ということで、どうだったでしょうか。僕的にはもう本当に素晴らしいシェルターだと思います。今まで使ってたシェルターに比べて一回り小さいんで、この飼育ケース内が今まで以上に広く感じるというか、余裕のあるスペースになりました。で、可愛さももちろんなんですけども、カビにくく強度があるということでね、これからそこに期待しながら使っていきたいと思います。で、また何か気づいた点あればね、その時動画で紹介したいと思うんですけども、最後になってちょっと顔を出すようになりましたね。はい。で、今回のシェルターさんというお店が出しているこちらのアニマルシェルターというのかな、が気になる方は説明概要欄に、Twitter の URL を貼っておきますので、そこから見てみてください。ということで、今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。もう最後の最後でね、やっぱり分かってるのかな、YouTube というものも。もう4年の付き合いだからね。ということで、今回こんな感じで終わっていきたいと思います。この動画がいいなと感じていただけたら、ぜひ高評価ボタンと、コメントも書いていただけるとすごく嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おはちゅう